こういうグーカワしか生き残れない。ミヤちゃん可愛い、結婚したい。コンルックスが一番良い集団がアダビデ女優やろ、長地で日向坂にいても違和感なさそう。グーカワ可愛いけどボツコセレなんだよな。全部抱けるけどソープのがいい。僕は石川美桜ちゃんと古川ほのかちゃん、三船奈々ちゃんのいない週か。演技上達してて偉いよな。猥弱男ミオッチとデートしたくてなく、乃木坂って言われてもふーんって納得してた。つづもりで無と回遊間違いなく可愛いのに抜けない女優。なんで可愛いじゃん。可愛いのは当然ええけど、友達そっくりな女優で抜くのが最高に気持ちええよね。こんな可愛い子がなんでアダビでやってるのか不思議な時代。次元の異なる少子化対策を実現したいと。